はい、こと辞書ということでやっていきたいと思います。秘密結社フィガムソース創水八でございます。まあ、こちらね、金沢のこと辞提灯とかっていうね、こと辞灯籠とかっていうね、灯籠の名前から取った牝馬限定重賞なんですけども、こんな感じね、1年に1度しか書かん。まあ、特にこっちのね、字の方、なんかこと辞、これでこと辞で、これ気象の気、こっちの方はね、まあワンチャンなんかあれば、書く可能性がある感じなんですけども、まあ難しい字で、これ読み毎年調べるよね、こと字、今年こそ覚えとこうみたいな形でね、やっていきたいと思うんですけども、牝馬限定重賞、今回は白山アマゾネスからが出ないのでね、こういった形でやっていきたいと思います。まあ軸は4番のベニスビーチ、こちらからいきましょう。まあ去年の秋、加賀友禅賞を勝った馬ということでね、金沢では上位、まあ前走3着ですし、まあ、この距離で去年重賞勝っているようにですね、まあ、安定勢力かなということで一番信頼をしていきたいと思います。まあ、そして1番ネオアマゾネス、まあ、去年の覇者なんですけど、その後が安定しないでね、まあ、高知行ったりしてたんだっけ、まあ、そうなってくるとね、まあ、しかも今回騎手が乗り換わってるっていうのが、まあ、ちょっと期待度が下がってるのかなみたいなところもあるんでね、紐までで行きたいと思います。まあ、そして2番デビルスダンサー、まあ、去年このコース読売レディース杯3着と、まあ、前走も2着に来てますしね、この距離でもう1回狙ってみてもいいのかなというふうに思っております。そして6番アポロスマイル、3走前この距離で勝っていると、まあ、またねその後長めの距離で負けてはいますが、もう1回距離短縮で再度狙ってみたいと思います。まあ、そして10番ナーラック、もう前走圧勝でね、ここもまあ前に行ければと、まあ、ここ3戦この 1500m という距離を使っていて、まあ、今回同じペースで競馬ができればワンチャンあるんじゃないかなということにはなってくると思います。まあ、ですのでね、まあ、ちょっと金沢の牝馬路線、一番強い牝馬が出てこない牝馬重賞、まあ、250万の賞金じゃそんなもんかなということになってしまいましたが、まあ、こういった形で今回もやってみたいなというふうに思っております。そんなわけでね、JRA の G2G1 はメインチャンネル、ふえがみ TV でね、今週もやっていきます。その他こちらで、またね、もろもろやって、新潟大賞典を筆頭に、地方重賞3歳特別戦、オープン特別、まあ、それから、この季節なんでね、今日はもう、地方重賞が5つあるから、地方重賞だけ5本動画が上がるよ。もう、なのでね、駆け足になってしまいましたが、他にもね、POG とかいろいろやっていきますんで、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。